大家好，我是四川贵州。ご覧になっていただいている番組は我愛偶像です。出道20周年的四川贵州被乐迷称为教主，不但个人作品首首经典，更尝试和许多歌手合作，其中尤其以2013年堪称优天后选出奈奈的企划单曲引起广大回响，被粉丝盛赞史上最强革命。去年他更和台湾布袋戏跨界合作演唱主题曲，让人见识到这位日本歌坛教主的惊人魅力。即将在2月19号二度来台开唱的四川贵州，今天不但在我爱偶像和大家分享他20年来的心情，更要让大家抢先看他的精彩表演哦。好，欢迎收看今天的我爱偶像。好，这个呢，如果你有听日本流行音乐呢，对这个人一定不陌生哦。这个长久以来在歌坛非常的认真，对，而且一直保持在很好的位置，对，完美的状态也一直很好，哎，没错。然后也有很多的好歌，然后加上最近还蛮常来台湾的，对。让我们一起来欢迎西川贵教。你好，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 大家好。哦，对啊，最近呢，这个好像感觉蛮常来台湾哦。はい、やっぱりこうやってたくさん来ることでもっともっと台湾の皆さんと、会える機会が増えるのでもっともっと来ようと思ってます。对啊，就是每次呢，就是你来我都超级开心的，因为有一种见到老朋友的感觉。健哥，你们多久以前见过？啊，上次是2014年见，2014哦，演唱会嘛，三年前了。对，然后再上一次的话，那就是10几年前就认识了。哇，对对对，老朋友，老朋友哎呀，所以啊，很高兴啊，呀，ね、本当に、自由に会うまでは随分長い間台湾に来れてなかったんですけど、それからはもう毎年のように来れるので本当に嬉しいです。会えるし嬉しいです。はい。所以既然好像蛮常来台湾，对不对？对啊，感觉中文会不会学一些呢？もう本当少ししかね、もっともっとこれからいっぱいだから台湾に来れれば勉強できると思うので頑張ります。哦，那我们教一句頑張ります好了。頑張ります。はい。我会加油的。我会加油的。对，对。哇，好像还是有点难的。对，加油！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 干巴爹！干巴爹！加油！对，加油！加油！啊，这个就比较简单了。对，加油！加油！对，希望这一次能够把这句话学起来，这样子。对，加油！所以那个有没有为自己的2017年就是许下什么心愿？そうですね。本当に昨年から。TM レボリューションがデビューして20年日本で活動しているので、もっともっとね、台湾でたくさんコンサートができるように頑張っていきたいと。加油加油加油。啊，那其实20年，20年，那我们应该也认识快20年了。そうですね。そう。对啊。そうそう。提到就是去年演唱会嘛。对。演唱会从5月开始跑的巡回演唱会，听说去年就开了50场。对哦，日本就50场。对，厉害耶。不知道这一次在台湾，在台湾曲目上有没有一些特别的桥段？いつもはね、本当になかなかやらないような懐かしい曲も、20周年のツアーを行うことでできてたので、それをこうこの台北でもできたらいいなと思って。其实我对这个西川贵教的印象，就是呢，除了很会唱歌之外，对，他身材都一直保持得很好，你知道吗？对，其实我刚刚想问他说，开50场，那个怎么保养？不管声音啊，还有声音啊，身材啊，对啊。而且据说他的体脂只有9%。9%而已，体脂也太低了吧！而且我在他身上，我看到一个希望哦，希望。因为其实我算是看西川贵教长大的，然后他以前其实很瘦，然后现在慢慢现在越来越壮，怎么练的？もともとやっぱりすごく細くて、で長いやっぱりこうツアーを行ったり、長い時間パフォーマンスを行うので、よくこう倒れたりとかしてたので、それで。もともとやっぱすごく細くて太れなかったので、それでこうトレーニングをやって筋肉をつけて大きく
したんですね。はい、嗯，对，而且一直就是要保持嘛，因为一直到现在，对啊，そうですね、状态都很好。嗯，そうですね。でも本当にジムに行くのがすごく好きで、でいつもよりこう運動量を高めるのにマスクをしてトレーニングをしてるんですけど、僕顔がよく見えないので、トレーニングしてると何かのスポーツ選手だと思われることが結構たくさんあります。口罩是那个专业那种高压的那种高山的那种口罩吗？そうですそうです。哦，那个很专业，那个很难，因为你在健身的时候，他那个呼吸的量更少了。嗯，そうです。やっぱりこう酸素が吸いづらいので、息がしづらいので、よりこう運動量が高まって、コンサートしてる時ってやっぱずっと歌っているので、歌いながらパフォーマンスするので、それをシミュレートしながらやってます。哎，你可以好好学学啊！真的，跑步的时候吗？对啊，就以后在日本戴口罩运动的就是西川贵教，然后在台湾戴口罩运动的就是廖允杰。可以可以可以，我跑步的时候戴，对对，还没有跑步戴过。对啊。那除了健身之外，你的饮食上有控管吗？もう僕全然もう好きなものを食べるようにしてます。いっぱい食べます。いっぱい食べます。おお。すごくいっぱい食べます。食事制限は一切しないので。在日本你真的很难去控制，因为都太好吃了。那在台湾呢？那我们等一下去吃麻辣锅，好吧？啊，本当ぜひ本当に。可以吗？行きたい行きたい行きたい。もう台湾はもう本当に美味しいものばっかりなので。嗯。もう大好きですね。哇，所以那个还能够保持这种体脂，真不简单呢。真的。应该很多人听都觉得天哪，好羡慕哦。居然不用控制饮食。对啊，那运动量太大了。嗯，对不对？所以你知道吗？连二十年前的衣服他都能穿。逆に上半身はやっぱトレーニングしてちょっと大きくなってくるので、でもパンツはもう20年前と同じものを履いています。就是就后面其实都绑不起来，都还要加布。没错，整个人变大块。但是这个 idea 很好，当时是怎么想到说可以用20年前的那个绷带装的造型来做一个这样子的回顾？やっぱりこうまあたくさんの方にやっぱり曲を目でね見てイメージしてもらえるインパクトをやっぱりいろいろ考えた時にコスチュームを考えました。而且更特别的是这个绷带装居然在日本的量贩商场可以买得到，这太特别了。そうです、はい。やっぱりすごくみんなあの曲をすごく応援してくれる人が多いので、でまあカラオケなんかとかでも歌ってくれるんですけど、でもみんなこうガムテープでねみんな真似する人が多いので、テープじゃないですよって、こうやってこうちゃんとコスチュームになってるのを、じゃあそれじゃあ僕が作ってみんなに提供したらいいんじゃないかなと思って。はい。你觉得我适合穿吗？适合，真的，想看吗？很想。要不要之后我们特别舞台就穿这首歌表演《Harley Me》？我去日本买一套回来试试看。好哦，你又常去日本，可以买哦。本当に、あ、送りますよじゃあ。寄给我吗？那我当你二月演唱会的嘉宾好了。就穿那一套。从小就看布袋戏。对啊。啊，让我来为你示范一下。你会？很厉害，小时候。你觉得我适合穿吗？适合，真的，真的，想看吗？很想。要不要之后我们特别舞台就穿这首歌表演《Harley Me》？我去日本买一套回来试试看。好哦，你又常去日本，可以买哦。本当に、あ、送りますよじゃあ。寄给我吗？那我当你二月演唱会的嘉宾好了。就穿那一套。对，啊 ，OK 了，我就穿那样上台吗？二月份去访问他的时候穿那样子好了，好不好？彼女に来てもらうのは申し訳ないので、二人にプレゼントしておきます。でも彼女はもうそんなかわいそうなので。没有，你跟他说他想要跟偶像致敬，麻烦一套。对，你也想啊，一起吗？本当ですか？对，じゃあもう三人ともプレゼント。我们三个一起好了。我刚刚提到《Harley Me》这首歌曲，不知道今天的节目当中有没有这个机会可以听你现场演唱这首经典歌曲呢？もちろんです。今度2月にまた台北でコンサートがある時ももちろんこの曲もみんなと一緒に歌いたいなと思います。期待。接下来各位朋友，在我爱偶像，你们可以看到西川贵教现在要现场为大家演唱这首歌，就是《Harley Me》。Say that's
する生惜しみはこのまま目色出すそこ出せた周りのあんたら本物の恋はやれそうかい細かすぎがない不思議の曲線は確信&しのやがらスタイル大彗星の気持ちに切り替わる瞬間の眩しさはいかがなもの鼓動のまで脱がされる熱い風の誘惑に負けちゃって構わないから真夏は不祥事も厳しいだいで妖精たちが夏を刺激する 生足魅惑のマーメイド 出すとこ出せたわわになったら 心は恋ができそうな君じゃなくても不気味にもなるよ 暑いは赤の街は夕暮れ 好きを見せたら入る最悪なんかで住みたくないむせ返る熱帯夜を彩る花火のように打ち上げて散る想いならこのまま抱き合って焦がれるまで妖精たくさん夏をしなくなる熱い欲望は取るべきの無駄すもの出して素直になりたい君と僕となら It's生足や空しまうメイド恋に飾れてお留守になるのも高森的にもオールオーケー妖精だと誰としたくなる一人での夜に You can say goodbye 僕の心で乾くまないほど本物の恋をしませんか其实呢，现在我们看到西川贵教的时候呢，他还有另外一个 title， 我们可以叫他小舅桑社长，社长好，小舅桑お願いします。对，就是因为他开了一个新的公司，对，叫做图峰公司。那这个公司不知道成立的目的是什么呢？もう本当に20年、活動ができたのも本当に応援してくださる皆さんのおかげで、もう。EM レボリューションはもう僕じゃなくてもう本当にみんなのものだなとだったらこうもっともっとそれをこうみんなと一緒に盛り上げられるように、なんか会社を使ってもっともっと楽しいことを一緒に作っていければいいなと思って作りました有没有自己在未来很想要实践的事情まあやっぱり僕は自分でフェスを主催したりして地域や、人をこうつなげたりするのが、やっぱりまあ得意なので、そうだな、できたらじゃあ台湾と日本をもっともっと仲良くできるようなね、そういうことをなんか考えていけたらいいなと思ってます。非常酷的，希望这个计划呢，在这两年之内可以赶快实现了。对，这样就可以常常来啦。对，对啊。那其实我们知道说，西川贵教其实在日本有跟很多歌手一起合作过，但我知道去年有跟韩国的 AOA 对一起合作，第一次见面的感觉怎么样？啊。もうやっぱり正直、
彼女たちの方から一緒にコラボレーションしたいってもらえてすごく嬉しかったですけど、うん、初めて会ったのがビデオクリップの撮影で韓国だったので、すごく寒かったんですよ。2月の韓国でマイナス20度あるところに行ったのでもう寒すぎてちゃんと会話ができてなかったですね。哦，所以一边聊天是那边发抖发抖，太的三分。僕よりももう彼女たちがみんなこうすごくそのやっぱセクシーなというかちょっと薄着だったので余計にもう彼女たちももう挨拶はいいからもうあったかいところにいてくださいって言ってました。对，所以其实，在那个自己理想中的名单有没有一些想合作的对象呢？ああ、そうですね。やっぱり台湾のね。シンガーの方とかアーティストの方と一緒にコラボレーションしてみたいです。好的好的，我们想一下。同一家公司有一个女生的歌声蛮沙哑的，好像跟那个西川贵教可以合作看看，叫艾怡良。啊，そうですね。そうですそうです。CD もらったりとかしました。そうです。哇塞，也太巧了吧！你提的人选。而且其实贵教都记得，对啊，在后台来送 CD 的人不是很多吗？そうですそうです。すごくね、わざわざサインを書いていただいて CD をもらってすごく嬉しかったので覚えてます。哦，那还蛮期待跟他们的合作在未来的时候。因为我感觉他们的声音是蛮契合的，对对对对对。本当ですか？でも確かにそうですね。僕も CD を聞いたので聞かせてもらったので。いいかもしれないですね。那唱了非常多的这个动画的主题曲吧，对不对？那其实也参与过配音。对啊，喜欢这样子的工作吗？就比方说配音的话。そうですね。本当に僕はどちらかというとすごくアニメーションや、コミックだったりとかがゲームもそうですけどもすごく好きでファンだったのでそういうふうな作品に僕自身がこう作る方に関われるっていうのは本当に嬉しいです。最喜欢的漫画或者是动画有没有推荐哪一部是最喜欢？いやそうですね。本当にたくさんいろんな作品があって、今実は去年舞台戏、舞台戏はい、やらせてもらって、僕はまあその時はテーマソングだけだったんですけど、もう。セカンドシーズンの制作が決まっているんですね。その中では多分僕キャラクターとして出演する予定なのでその作品の多分、おセリフを次は言えるようにしたいと思います。对啊，其实因为那个布袋戏都是配音的嘛，那我们从小就看布袋戏。对啊，让我来为你示范一下好了。你会？对啊，其实因为那个布袋戏都是配音的嘛，那我们从小就看布袋戏。对啊，让我来为你示范一下好了。你会？我是轰动武林，惊动万高。你的手要凹这样子啊？今天进来个鬼布袋，我感觉真欢喜，看到西川贵教授。よろしくお願いします。うまい，很厉害。小时候看那个布袋戏，很喜欢模仿。对对对对对。那所以这个应该是会很期待的一件事情嘛。他之前的布袋戏叫做《东离剑游记》，好像有唱他的日文主题曲，也是这一部嘛。はい。実は日本ではこんなにねいろいろこう文化やいろんなもので台湾と交流があるのに舞台戏のことって日本で全然紹介されたことがなかったので僕も初めて知りました。对，这个我们是从小看的。真的。なんかその作品をやるっていうことをまあ台湾の方で発表した時に本当に今まで あんまりそうだな接点がなかったような結構年配の。方からもたくさん応援していただけるようになりました。なんか歴史ある作品なんだなとすごく思いました。对啊，好，所以呢，可以让我们来期待，因为在2月19号的时候，在台北的 TICC 就会有西川贵教的演唱会了。对啊，在演唱会上，搞不好有很多特别的内容啊，不知道到时候布袋戏会不会是他的特别来宾呢？或是艾怡良，或者是我穿的那个黑色胶带装？对对对对对，是的。好，所以呢，接下来我们要让在节目中呢，邀请西川贵教为各位来做演唱。那我们要把舞台交给他，也非常谢谢你今天来到我们的节目，谢谢，谢谢，谢谢。
打撃に最高夏を制するほどだけだ恋を制する方が都合決めちゃってせめて前向きに見せたいの夜肌の体質を変えてる苦情の引き過ぎだこの部屋じゃ発情を逃してるよ海を目指した標識の街ですれ違う水着の後のいやらしさに身も耐えて体が夏になって輝きで最高ためらうことになりすぎた素肌の上で次元を下ろせて本気を盾にして未熟な革命夏を制するものだけだ恋を制する方角を決めちゃって避けるたびに愛しい奴だと思われる躊躇って感じが辞書投げかける僕の明日はどっちだ星を抱き去れダンスを一応踊るようなこんな子笑いが一度くらい夏になって輝きで最高つれて舐めて噛みついて荒れた素肌になるともいいじゃないうっかり高乗りの期待を楽園経験だけがボロを言う恋を再生し不正が変えちゃって
现场呢，大家一定会期待2月19号在 TICC 的演唱会。没错，一首歌不太够，两首也不够，再一首，好不好？再一首歌是他的百万名曲哦，名字就叫做 Why Breathe， 也是 Oricon 的冠军曲。孤独さえもと忘れて乾燥した時間に喉を痛めてる週にしか行けない見られる明日のビジョンは大事なとこで来てモザイクが上がる不活な僕の切なさの中にがさせて気がつけば終わってるんでしょう動くほどほど上足元が注意タランティーノくらい上にある人が流れて殴られた記憶もろくにないくせに毛を無視する今時の強さくださいゆきぶくのわしにふたりまさまに憧れてソースやおねじなどの追求しなくても交われるでしょうI'm gonna make you mine.